浴室床暖房とは、床暖房のうち、浴室の床を加温することで生じる熱伝導、対流及び放射を利用した暖房方法である。特に冬の期間に発生しやすいヒートショックを防ぎ、快適な入浴を支援する暖房である。浴室床暖房種として、対流を利用する温風暖房を浴室に設置すると温風が濡れた体に当たるため、 体表面の体温を奪い、暖かい風であっても冷たく感じてしまう。また、暖かい空気は天井近くに止まりやすいため、攪拌しないと伸せてしまう。さらに、大流による温風暖房は床材の温度は低いままであるため、洗い場で体を洗う習慣のある日本人にとっては足元からの寒さを感じてしまう。床暖房では、 浴室の床材を加温すると、その浴室内温度の縦方向の分布は対流による方法と異なり、床面で一番高くなり、天井に近づくにつれ低下する。これが床暖房の特徴であり、一般的な浴室では、外気温がマイナスでも、床を摂氏40度程度に加温すると、床からの放射による効果もあり、浴室内の温度も摂氏18度程度になり、 比較的低い状態ではあるが、体感的な暖かさを得ることができる。床材の加温熱源や燃料の種類等により分類される住宅や非住宅などの用途別の分類浴室床暖房は岩盤浴としての歴史であり、岩盤浴で体を芯から温めて血液の循環を良くしたり、新陳代謝を活発にすることが知られていた。また、 源泉掛け流しの温泉では常に、洗い場まで溢れたお湯が流れていて、洗い場の床が温められて、岩盤浴と同じような効果を発揮している。松山の道後温泉では、現在も湯船に浸からずに、湯船から溢れ出たお湯で温まった洗い場に、寝転んでいる姿を見かける。また、源泉掛け流しの岩風呂は常に温かいお湯で、岩が温められて、 そこから、遠赤外線が出て、お湯だけでなく、浴槽を構成する岩でも体を温めており、入浴と岩盤浴との相乗効果が発揮されている。古代、ギリシャやローマ帝国時代のレンガなどで作られた、大浴場のサウナルームも岩盤浴効果を発揮している。日本では、浴槽に長時間浸かり、洗い場で時間をかけて、体を洗うという習慣から、 洗い場の床が冷たいことは大きな問題ではあるが、第二次世界大戦以前は公衆浴場や温泉が主体であったため、問題となることは少なかった。戦後、各家庭が浴室を備えるようになり、かつ一番寒い北側に浴室が追いやられている。現状では浴室の暖房が必要不可欠になってきたと言える。これに対して住宅機器メーカーはユニットバスにすることで、 寒さを解消する方向に動いている。その中でイナックスとかとうとうパナソニックなどの住宅設備機器メーカーは、ユニットバスの床の裏側に床暖房を組み込んだ商品を作ったこともあったが、メンテナンス性が悪かったために断念し、暖かくはないが、冷たさを感じにくい床材を開発し、それで対応している。現在、ユニットバスで床暖房に対応しているのは、 農立とか日暮里加工などの一部のメーカーのみである。在来浴室の床暖房に関しては、東京ガスや大阪ガス、東方ガスが床モルタルに温水パイプを埋め込む式の浴室床暖房システムを持っているが、10センチ程度の厚さのモルタルに温水パイプを埋め込む工法であったため、試行性、発熱までの時間の長さ、温水パイプの不節状況による、 温度村などから一時ほどには宣伝していないようである。また、小賀電工や三菱樹脂、アベルコといったメーカーが断熱性の高い温水マットを工夫して発熱までの時間短縮と温度村の解消をしてランニングコストの高いオリジナルの浴室床暖房システムを作っている。また、今後に関しては、居室用の床暖房が新築のマンションや小立住宅に普及し、 床暖房の良さが認められてくると、浴室床暖房の良さも再認識されてくると思われる。古代ローマには、ハイポコーストと呼ばれる床暖房があった。ありがとうございます。